さあ、続いてはみどりさんのこのコーナーです。違いますよ。失礼しました。みんなのコーナーです。ごめんなさい、ごめんなさい。エリアの話題をお伝えする坂町レポートのコーナーです。勘違いしてたでしょ。しかも見ながら違うこと言いましたからね。まずはこちらです。違いますよ、ラインナップですよ。3号こちらです。はい、さあ、まずはですね、毎年恒例になってます宮崎国際音楽祭の開幕記者発表の模様を、はい、はい、続いて木花児童センターで行われました節分豆まきの模様です。はい、そしてもう一つ宮崎東地区で、東地区交流センターで行われた玉入れ競技会の模様をお伝えします。はい、まずはこちらです。第19回宮崎国際音楽祭の開幕記者発表が県庁で開かれ、河野俊嗣知事や音楽監督の徳永杉雄さん、去年12月に県立芸術劇場理事長を退任し、今年から総監督として参加する青木健二さんらが出席しました。宮崎国際音楽祭は4月29日月曜日から5月18日日曜日までの20日間開催されます。メインプログラムとスペシャルプログラムなど合わせ13公演が行われる予定で、今年もバイオリニストのピンカス・ズーカーマンを筆頭に世界的に活躍する音楽家が多数出演します。また音楽切符、ファミリー夢シートといったセット券や家族で楽しめるお得なチケットなどの販売もあり、今年から県立芸術劇場のホームページからも予約受付が可能になります。宮崎の春を飾る国際音楽祭、今年はどんな音色が聞けるのか、開幕までが待ち遠しいですね。木花児童センターで節分の豆まきが行われ、小学生22人が参加しました。はじめに節分の由来を聞いたり、絵本を鑑賞して学んだ子どもたち。いよいよ豆まき開始ですが、木花児童センターではちょっとユニークな方法で行われます。子どもたちはまず自分の直したいところを発表し、それを心の中に住む弱い鬼に見立てボールを投げてやっつけます。しかもそれが得点を競うゲームにもなっています。怠け鬼やいじけ鬼、ふざけ鬼に面倒くさがり鬼など、子どもたちの心の中の鬼は様々でした。みんな鬼めがけて力強くボールを投げ、次々に鬼を払っていました。力いっぱい投げてますね。自分の悪い欠点を把握して、嫌なものを投げることで吐き出してほしいんですね。ですからまた新しい気持ちで過ごしてほしいなと思っています。続いては福を呼び寄せるための豆まきです。悪い鬼は払ったので、掛け声は福はうちのみ。福がこもった豆やお菓子を袋いっぱいに集めていました。いじけ鬼をやっつけました。ちゃんと家でも言うこと聞いてやっていきたいです。みんなで豆とかお菓子を拾ったり、ゲームをしたりするのが楽しかったです。払いたい鬼を思いながら食べたいと思います。心の中の悪い鬼はピューッと逃げていったようですね。下原町にある宮崎東地区交流センターで行われた3世代交流玉入れ競技大会。これは中央東まちづくり推進委員会ハートフル部会が世代間交流と健康促進を目的に今回初めて開催したものです。宮崎小学校の宮庄司氏が披露された後、自治会や職場など個人やグループで申し込んだ参加者が18チームに分かれて競技を行いました。今までは高齢者向けの健康づくりとか介護予防とかそういうことばっかりやってたんですけど、館長街があったりとかマンションとかそういうところに住んでる子どもさんたちも多いので、お年寄りと触れ合ったりとかそういう機会にしていただいて、またこの行事が来年もまた何回も続くといいなというふうに思ってます。ニュースポーツとして行われる玉入れは籠の高さや深さが決まっていますが、今回は高齢者や小さな子どもでも楽しめるように玉の数は少なく、籠の高さも低く設定されています。すべての玉を籠に入れ終わるまでのタイムを競いますが、参加者はチームで協力しながら和気あいあいと楽しんでいました。玉
間が入って、そんなところが楽しかったです。みんなで協力したところが楽しかったです。ビリだったけど、みんなで協力できて、それが楽しかったです。楽しいですね。はい。なんか元気をもらいました。元気な子どもたちと一緒にね、もう3世代万歳ですよ。交流万歳です。楽しく体を動かし、気持ちの良い汗を流した皆さん、笑顔の数だけ地域の交流も深まったことでしょうね。はい、3本お送りしました。はい、さあ1本目いかがですか。はい、宮崎国際音楽祭の開幕記者発表、はい、あったそうなんですけれども、ちなみにですね、はい、前売り券がですね、クレッシェンド会員の方は2月15日土曜日から、そして一般の方は2月23日日曜日から、前売り券が発売ということなので、もうすぐですね。毎回盛り上がってますからね。ポスターが後ろに映ってたやつ見ました。おしゃれじゃなかったですか。おしゃれなんですよね。あの音楽の記号とかが楽器になってて、ねえ、あれちょっといいなと思いましたね。すごくおしゃれ。毎年毎年ね、アイデアを出してね、いいもの作ってらっしゃいますけど、またでも、宮崎また春が来るんだなって1年早いなと思いました。そうですよね。青木さんのお顔を見て本当そう思いました。青木総監督はですね、日本で3本に入るぐらいの音楽祭になってきたと、はい、現場で聞く音楽の楽しさを感じてもらいたいとおっしゃってるみたいですね。今年も楽しみですね。はい、さあそして2本目は、で続いて豆まきなんですが、ここの豆まき面白いですね。自分の、ね、弱い鬼をやっつけるっていうのがですよ。皆さん力入ってましたもんね。何が弱いところですか。私も怠け鬼ですね。土曜日はね、ドンがちょっと見れないくらい寝坊しちゃうんですよ。何の話か何を他局の話をしていただいてるんですか。ねえ、まあでも本当もう自分のね、弱い鬼をその払うために子供たち手が触れてたね。相当な手の振りだったね。豆まきじゃしない手札ここ使わないですから。いい投げ方やなと思いましたけど、ゲームもね兼ね備えてますからね。そこは力入りますね。豆まくときは福は内しか言わない。いいですね。さあそして玉入れなんですけれども、ニュースポーツの玉入れ競技を、この競技ね、アジャタというふうに呼ばれているらしいですね。これはですね、面白いんですよ。玉入れ発祥の地の北海道の阿寒町で計測された最低気温や北緯にちなんでいると、カゴの高さとか、今回の高さはまあ幼稚園レベルということなんですが、高さは4m12cm、直径は44cm で、円周が138cm、深さ44cm と、これ阿寒町がですね、最低気温-41.2°で北緯44°と、これにちなんでカゴの高さとか決まってる。最低気温がカゴの高さ4m12。面白いですね。これはちょっと僕も初めて知りましたね。交流になってて楽しそうでしたね。まさにチームプレー。はい、ここはいい友じゃないけど曜日対抗でやりたいね。いいですね。負ける気がしない。いいなと思ったけど負ける気がしないって言ったら俺負ける気がするけど。いやいや俺球技ものすごく得意ですよ。三曜日出てるからあんま意味ないじゃない。鈴木さん男だけの大会でビリでした。ここは何もできない。そうですよ。しかもここが週3一緒ですからね。ワースト2ですからね。スポーツやっていきましょうね。以上わが町レポートでした。皆さんありがとうございました。さあ CM の後は月曜音楽館です。こっからや。スポーツは何も勝てる気がしないですからね。同じく